一般財団法人省エネルギーセンターは、省エネ推進等の自宅事業、エネルギー管理士試験などを実施する法人。以前は、経済産業省資源エネルギー庁所管の財団法人であったが、2012年、公益法人制度改革に伴い、一般財団法人へ移行した。エネルギーを消費する民生用の機器、機器をなす。 部品、資材及びエネルギー利用システムにおいて優れた、省エネルギー性を発揮するものを表彰し授与される、各省の総称1990年度から始まり、毎年度ほぼ20件前後の機器やシステムが、経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞、中小企業庁長官賞、省エネルギーセンター会長賞などを授与する。受賞した、企業、 法人はそれらの機器の宣伝や広報で、省エネルギー性をアピールすることがある。受賞した機器には、省エネ対象受賞マークをつけることができる。省エネルギー性を発揮する機器やシステムを新たに、研究開発し製品化した企業などは自ら応募し、審査を経て表彰される。これらの機器やシステムを消費者や社会が広く利用する、ことによって二酸化炭素など温室効果ガスの、 排出量削減が行えるとされる。当初は家庭用と業務用部門の2つの部門を対象としたが、第12回2001年度から自動車部門が加わり3つの部門から賞は選ばれている。賞エネ対象は英語でエネルギーコンサーベーショングランドプライズと名付けられる。2009年年度は9件の受賞があった。2010年5月20日の行政刷新会議が 行った公益法人の事業仕分けでこの省の省エネルギー関係表彰実施事業は新エネ対象表彰実施事業と共に廃止すべきと仕分けされた役員評議員名簿2021年1月16日閲覧省エネ対象省エネルギーセンター2010年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年5月21日閲覧 平成21年度受賞危機器システム一覧表省エネルギーセンター2010年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年5月21日閲覧ワーキンググループ BB-25 省エネルギーセンター新エネルギー財団行政刷新会議2010年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ 2010年5月21日閲覧、ありがとうございます。